こんにちは。言語聴覚士の竹本です。今日は、日本語ってどんな言語なのという話をしていきます。特に、発音関係のことですね。失語症で言葉喋りにくくなった時ですね。日本語独特の特徴が影響している可能性もあります。そもそも、日本語ってどんな特徴の言葉なのかというのを知っておくと役に立つかもしれません。では、まずはですね、一つ目。 音の数がどのぐらいあるのかという話していきます。音の数って言葉によってたくさんあるところとちょっとしかないところと分かれるんですよね。日本語は割と少ない方です。日本語の母音の数は5個ですね。あいうえおの5個あります。そして、子音まあ、子音というのは さの時の sa の s とかですね。みの時のんこの音ですね。m の音みたいな母音の前にくっついたりするものを子音と言いますけれど、これの数が13個ですね。で、これが、まあ、多いのか少ないのかですが、英語と比較してみましょう。英語は母音が15個もあるんですね。例えば、カップ。 日本語だとカップって言いますけれど、英語だとカップ、カップですね。あ、あ、この音、あ、あ、これがカップのあの音です。で、おまわりさんですね。この真ん中の音はカップ、カップ。で、おまわりさんはあの音、カップの方はあの音みたいにですね。同じあでも2つあるっていう感じ。で、15個もあるんですね。 で、死因の方は24個あります。これも日本語よりかなり多いですね。有名なのは R と L の違いですよね。日本語だとどっちもラーって聞こえますが、英語はそれを2つに分けています。例えば、rice、お米ですよね。で、こっちはラ i c e しらですね。という感じで、ルルのラの音と、ルルのラの音の R と L で発音し分けるんですね。ということで、日本語は5個と13個なったのに対して、英語は15個と24個とかなり多いですよね。だからですね、英語で口周りが麻痺してしまって、高音障害と呼ばれる喋りにくさが出た時はですね、多分日本語よりしんどいんじゃないかなと思います。かなり細かい喋り分けをしないといけないので、 ちょっとのミスもですね、別の音に聞こえてしまったりすることになるという感じですねで。日本語はですね、音の数が少ない分、同じ音で別の意味っていう単語が多いんですよね。同音異義語と言いますけれど、まあ、例えば、花ですよね。お花、フラワーの花の場合もあるし、ここのノーズの花の場合も、もう同じ音なんですよね。花。 こんな感じで、音の数が全体で少ない分、同じ組み合わせになっちゃうっていうパターンも多いんですよね。で花は2つありますけれど、例えば、発酵って言った時、どのぐらい同音異いごあるかわかるでしょうか結構いっぱいあるんですね。こんな感じ。発光光を発するっていう意味の発酵と、発酵、金が発光するみたいな感じですよね。チーズを作るみたいな、そういう発酵ですね。 それから発行定期券を発行するみたいな発行とか、発酵と白い光のことで発光みたいに、発酵と言っただけでも4個5個といっぱいあるわけです。そして、交渉というのがですね、日本語で一番同音異義語が多いと言われているらしいんですが、なんとですね、こんだけいっぱいありまして、全部合わせると48個。 あるということです。48個もですね、同じ音で表されてしまう別の語があるというらしいですね。この辺は日本語ね、音が少ない分だけややこしくなっている部分と言えるでしょう。ちなみに日本語は5個と13個で英語は15個と24個でしたが、言語によってこれいろいろなんですね。で、調べた感じだと、ウビフ語というコーカサス地方にある言葉ではですね、 母音は2個から3個しかないのに、死因は80個から85個あるという風うに書いてありました。こんな感じでですね、言語によってもう本当に様々なんですね。死因が80個もあったらですね、高音障害になったら大変なことになるんじゃないかなと思いますね。先ほどから言ってるこの高音障害っていうのは、ベロとかがですね、脳卒中で麻痺してしまって喋りにくくなるという症状のことを言います。 日本語は音が少ない分、まだマシかなと思いますが、英語とかはですね、やっぱり数が多いのと、あとはですね、シーンが並ぶんですよね。それも大変なところだと思います。例えば、こんな感じで、シーン F とシーン L の音がですね、そのまま並ぶんですよね。flower, ふ、ふ、この感じですね。F と L が繋がってる、フ、 で、この音を出さないといけないんですが、これかなり細かい動きになるので難しいかなと思いますね。あと、英語はですね、詩音が3つ並ぶこともありまして、string, St string, s t r この最初の s DR, str, s t r この音ですね。これも詩音が3つも並んでて、かなり細かい動きをしないといけないので、大変かなという感じで、日本語はですね、まだ高音障害にとってはマシなのかなという感じです。 はい。ではまた別の話題で、今度はリズムについて話したいと思います。言葉によってリズムって色々あるんですね。例えばですね、日本語と英語を比較してみると、アイスクリーム、まあどっちでもそういう言葉ありますが、日本語で言うと、アイスクリームというようなリズムになりますね。で、英語はアイスクリームですね。アイスクリーム。リズムかなり違いますよね。 で、えー、ストレスっていうのも日本語、英語同じ言葉ありますが、日本語はストレスなのに対して、英語はストレス、ストレスですよね。これもかなりリズム違うと思います。実際ね、何が違うのかというと、音の塊の数が違うんですよね。日本語でアイスクリームというと、アイスクリームで7個数えられますよね。対して英語は、 アイスクリームで2個なんですよね。塊が2個しかないと。塊の数が英語と日本語で全然違うんですね。同じようにストレスも日本語はストレスと4拍数えられますが、英語はストレス、ストレスで1個だけの塊になります。という違いがありますね。何を塊とするかと。 いう捉え方が日本語と英語で違うっていうことですね。日本語はですね、白の言語と言われていて、まあ日本語で言うと、つまり一文字なんですよね。一文字一拍。例えば、カッパみたいに、ね、言うとき、ッパで三拍、三つの塊として音を捉えますけれど、これ実は真ん中のちっちゃいつって音ないんですよね。ッパ 何にもないところも一拍として捉えてしまうというような特徴があります。で、英語はですね、白ではなくて音節の言語と言われていて、音節っていうのは母音を中心にした一塊のことを言うんですが、カッパっていうときはですね、この最初のアーの音の前後の塊で1個、それからパーのアーの音の前後の塊で1個っていう2個の塊、 そしてみなすと。だから、英語でカッパって言ったら、カッパみたいな感じになるわけですね。カッパ、カッパで二つの塊、真ん中のちっちゃいつの部分とかがですね、消えてしまうという風に、英語と日本語のリズムって変わってくるということです。で、実はですね、アクセントも違うんですね。日本語でね、アクセントって言うと、実は高さのことを言ってるんですね。音の高さ。 例えば、あ、イースクリームっていうアクセントがついてます。あ、イースクリームですね。どこで上がってどこで下がるかというところでアクセントを見てるわけですね。対して、英語は強い弱いでアクセントを取ります。アイスクリーム。アイスクリーム。最初に強い音が入って次をちょっと弱く読むっていう強弱でアクセントをつける言語なんですね。 この辺もかなり言葉によってリズムが違うところになります。で、実はですね、このリズムとかアクセントの違いが失語症でも結構関わってきているんだろうなと、個人的には思っています。発語執行って言ってですね、言いたい音をですね、口に出そうとすると、思った通りに口が動かなくて、違う音になってしまったり、歪んだ音になってしまったり、まあ、そういう症状があるんですが、私が担当していた患者さんでですね、 日本語も英語も喋れるみたいな患者さん何人かいるんですが結構ですね日本語の方が英語よりも難しいというパターンが多いんですよね英語では割と発語執行出てこないのに日本語だとすごく顕著に出てくるというパターンが多くって、まあ、なんでかなと思ったりしていたわけなんですが多分塊の数が違うからなんだろうなって思いますね 日本語はどうしても音の塊が多くなりがちなので、その音の塊ごとに間違える可能性が増えていくから、単語全体として間違いが多くなって喋りにくくなるのかなというふうに思っています。この辺ですね。 もし日本語も英語も喋れる、もしくは他の言語も喋れるという失語症の方いらっしゃったら、実際皆さんはどうなのかって教えていただけるとありがたいです。ということでですね、今日は日本語の音に関する特徴を紹介してみました。最後はお知らせをしておしまいです。最後にお知らせです。私はスマホリハベストというオンラインの失語症リハビリサービスを行っております。 完全なパーソナルトレーニングですね。ご家族用にいつでも相談を受けられるようなそういったサービスも行っておりますので、興味のある方は下の概要欄からホームページを見てみてください。それではここまで見ていただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。